この間ゲンガーにソロで勝ったわけですが、今回は強化してないゲンガーとフーディンを入れてどれぐらい削れるかテストしようかと思ってました。最悪時間が迫ったらこの間勝ったメンバーにしようかと。メンバーはこんな感じです。しかしです、今まで経験したことのない連勝に悩まされることに気合玉きます。避けてもやられる体力なのでそのまま受けます。は、2匹目のバンギラスも瞬間的に消えてしまったんですけど、ちょっと戻ってみます。ゲージは黄色ですが、ゲンガーの通常攻撃なら耐えられます。ここで気合玉きます。ここですでに即死ダメージを受けてるようです。通常技でここまでダメージは受けないと思うのですが。そして次に出てきたバンギラスが瞬間的に溶けます。これは気合玉を受けたのであろうか、前のバンギラスは何でやられたのであろうか、何が何だかわけわかめ。再度挑戦するも同じ現象が発生。こちらです。2匹目のバンギラスはどこへ行った。これはやばいぞと内心焦っていたところ、若者2名が参戦。共に戦うことに何か嫌な予感がしたので、誰か来たら一緒に戦えるようにプライベートモードを解除していたのであった。よかった、これでパスを無駄にしないで済む。しかしこの戦いがまた散々であった。ご覧いただこう。いつも通りバンギラスの連打です。避けた、そして避けたダメージを受ける。それなのに直撃の大ダメージを受ける。通信や機種に問題があったとしてもこのダブルにダメージを受けるのは解せない。そして避けバグ特有の次のポケモンが出てこない。これは次のポケモンを選べば解決するそうなので選びます。バンギラス頼むぞ、気合玉が来る。これまたさっきと同じようにやられてしまいました。主力の2匹があっという間に溶けてしまった。おっと、またサケバグ特有の出てこないやつだ。もしかしてサケバグ直そうとしてさらに悪化したとかないよね。フーディンも避けた気合玉で溶けました。ゲージが黄色になった。あともう少し。毒を持って毒を制す、ゲンガーにはゲンガーだ。もう避けるのが怖い。バンギラスの幽霊が出現。一体全体何なんだ。もう避けるのはやめて、とにかく連打。勝てるかどうかは若者たち次第だ。一瞬地の世界からフーディンは召喚された。しかし役に立たなかった。うおー、勝ったぜ。2戦目は嫌なので再突入も考えてたけど勝ててよかった。アメ6個、金釣り6個、なかなかいい報酬だった。ボールは12個。一応捕獲までを動画としたい。うむ、よかった。あれカーブじゃないのか。言うことなし。残念、ワクワクじゃダメなんです。若者たちのおかげでパスが無駄にならなかったよ。ありがとう。そんな私の気持ちをつゆ知らず去っていく若者たちであった。頼もしかったぜ。それにしても、あの大ダメージを2回食らう現象は今回だけにしてもらいたい。